鹿児島テレビ放送、鹿児島テレビ放送株式会社、鹿児島テレビ放送、鹿児島テレビジョンフォースマイル仕様、LTD は、鹿児島県を放送対象地域として、テレビジョン放送事業を行っている、特定地上機関放送事業者である。通称は、鹿児島テレビ、略称は、KTS 以下、放送局名は略称表記、富士テレビ系列、 FNNFNS。マスコットキャラクターに、ポヨを採用。1969年4月1日、鹿児島の民放テレビとして2番目に開局。1982年に、鹿児島放送、KKB が開局するまでは、NNN、アンの3局クロスネット局。1994年に、鹿児島読売テレビ、カイトが開局する前まは、 NNN とのクロスネット局だった。南日本新聞との資本関係は、南日本放送、MBC よりも、こちらの方が高い。また、下記の株主関係の事情により、読売新聞西部本社の鹿児島版では、テレビ番組表で、ユート開局前は、民放の一番最初、左端に掲載していたが、1994年4月の、回と開局後は、 カイトの次に収録している。本社、演奏所、送信所ともに、鹿児島市街地南西部の丘陵地、市原に設置されている。キャッチフレーズとして2016年4月からは、笑顔でハチちゃん KTS を採用しているのに加えて、2018年4月からは、鹿児島テレビジョンフォースマイルを併用している。主な自社制作番組枠として、平日18時台 JST、イカドウの ニュース番組、現在は、KTS プライムニュースや、金、鹿児島、月金、ライブ 4U テレを引き継いで2016年に、開始、2017年度に時間帯を変更した平日15時台の、情報番組、鹿児乳、1990年に開始した土曜日18時30分からの、情報番組、生意気ボイスなどがある。関連企業として、鹿児島市を対象とする、 コミュニティ放送局、鹿児島シティ FM、フレンズ FM があり、同局では、KTS アナウンサーの出演する番組や、KTS ニュースが放送されている。提携により、本社テレビ等からは、自社の放送そのもの、42CH だけではなく、カイトの放送、29CH と、フレンズ FM、76.2MHz も、発信しており、 機関送信書以外の中継局も解と、中継局によって MBC、KKB、NHK も当てはまると共同使用しているところが多い。鹿児島県に隣接する宮崎県には、フジテレビ系列のテレビ宮崎があるが、日テレテレ朝との3局クロスネットで、フジテレビのネット率が低いため、宮崎県南西部の一部地域でも、末吉中継局、主に、 都の城市や吉松中継局、主に海老野市、かのや中継局、主に福島市、三股町を受信、またはケーブルテレビを受信しての視聴者は多い。なお、宮崎県内におけるアナログテレビ放送のカバー率は15.9%、エリア内世帯数は約7万2千であった。リモコンキー ID82011 年7月24日運用終了時点。 116の中継局が設置されていた。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。1958年3月、鹿児島県議会議長の大坪静雄が、鹿児島県内の民放テレビ局の複数化を検討。翌1959年に、福岡県内に3局目のテレビ局、九州朝日放送が開局することで、 鹿児島県全体の機運も盛り上がり、1961年には鹿児島県開発促進協議会が設置され、最重要施策として鹿児島県第2の民間テレビ局の設置が挙げられた。1963年3月には鹿児島放送株式会社、歌唱、株式会社鹿児島放送とは無関係として申請書を提出。 同年内にチャンネルプランが修正されたことにより、現実的に開局が可能な情勢となった。ところが、1967年までに7社が免許を申請、調整を重ねた結果、1968年10月3日に7社の代表が、発起人となり免許申請書の一部訂正願書を提出、免許申請書自体は、 同年3月20日に提出し、同年11月11日に、郵政536号により予備免許が交付された。この時点で、日本テレビ富士テレビネットテレビ3系列のクロスネット、夕方のニュースは、ネットテレビと決定された。1969年2月には、試験電波を発射し3月には、サービス放送を、4月1日日本放送を開始した。開局当初から、 NNN、FNN、ネットテレビ系列、1970年1月1日には、案が、発足に加盟した。このように、KTS をはじめ九州地方、福岡、佐賀、沖縄を除くの UHF 第一局は、ほとんどが3系列のクロスネット局であった。ただしテレビ長崎、KTN は、富士テレビと日本テレビの2系列のみが、 同じ3系列のクロスネットでもテレビ熊本、徳谷テレビ宮崎、んく。現在も3系列のクロスネットが、富士テレビを主体とするクロスネットだったが、KTS は後述のようにネットを結んだ各局をほぼ均等になるように編成した。なお同様の編成は、かつての新潟総合テレビ、NST やテレビ大分、トス、現在は、日本テレビと富士テレビのクロスネットでも行われていた。 このような編成の関係上放送しきれない番組も多く、これらの多くが MBC に番ン一部はスポンサードネットの形で流れてた。その典型例がルーツ、東京ではテレビ朝日で放映である。送信書は先発局と同様に城山に設置する予定であったが、用地の取得が不可能となったため現在地の鹿児島市、市原となった。 この変更に伴い演奏書、スタジオも現在地に変更されている。開局当初は支原からの電波の届く近郊案、一体のみの放送であり、近郊案テレビと揶揄されていた。中継局の整備が急務とされた KTS は、同年12月には、初の中継局、串機の中継局を設置し、1971年までに、本土の主要中継局を整備した。 伊東方面へは1974年の南種中継局から整備を進め、1977年1月には、奄美地方の期間中継局となる、なぜ中継局が開局。与論島までにも1979年度中に整備された。1982年10月1日にテレビ、朝日系列局の KKB が開局し、 日本テレビ富士テレビの2系列のクロスネット局となる。1994年4月1日には日本テレビ系列局のカイトが開局したことで富士テレビ系列のフネット局となり、1998年にマスコットキャラクターのポヨが登場。2006年12月に地上デジタル放送ワンセグの本放送を開始し、現在に至る。鹿児島テレビ放送では、 以下の3冊を発行している2019年9月22日時点。テレビ東京系、その他 KTS が独自に置いていた深夜のアニメ枠、木曜深夜2時10分。地元の氷炭書店がスポンサーとなったことで実現した。アニメを売るための目的ではなく、原作本を売るためのアニメとなっている。放送する作品の傾向として、スター・チャイルド制作関与。 テレビ東京のものが多い。さよなら絶望先生シリーズ以外は、第2期、第3期などは放送されていない。この枠は、2011年6月3日に放送された、レベル E 最終回をもって廃止された。なお深夜アニメ枠そのものに関しては、2011年秋の改編の際、土曜深夜1時35分、2時35分の枠で、復活を果たしている。こちらは、 キー局である、フジテレビの、ノイタミナ放送枠、2019年6月現在は、木曜深夜2時2時30分枠で遅れネット、としている。ほか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 。先発の MBC 同様、KTS も専属タレントを抱えている、新井正則、楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。